ちは。こんにちは。インスピリッツテニスクラブのマスです。で今回ですね、第3回目のテニスクラブ探訪を行っていきたいと思います。で今回はですね、練馬区にある善福寺公園テニスクラブさんにお伺いしています。まずですね、もうこちらの超有名な宮崎コーチと対戦していきたいと思います。宮崎コーチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮崎コーチの戦績がものすごいんですよ。こちらに戦績をちょっとね、出てますけど、恐ろしい戦績でやるのがちょっと怖いんですけど、ぜひやっていただいてアドバイスをもらっちゃうと思ってます。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、結果は10対5で宮崎選手の勝ちです。ありがとうございます。いや、プレッシャーが半端ない。いや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 、もう増田さん上手かったですよ。久しぶりの試合で僕も緊張しました。あ、本当ですか。緊張しました。そんな風には見えなかったですけど、今日インスピリッツはやっぱり試合の後にお互いにフィードバックっていう形でさせていただいてるんですけども、ちょっと甘くなったら打たれちゃうかなっていうプレッシャーが結構すごくって、
で自分からミスするっていう展開も多かったかなと思います。逆にちょっと僕への全日本選手権、うん、一般にちょっとね、うん、挑戦するっていうところに対してぜひ厳しいコメントをお願いします。いやいや、僕も増田さんと同い年なんで頑張ってほしいなと思ってるんですよ。同い年です、はい、同い年だ。そうですね、僕のやった感想だと、はい、増田さんループ使ってフォアを主体にしてね結構プレーされるあの方かなっていうふうに、まあ、テンポイントの試合では感じたんですよね。じゃあフォアのそのループボールとかを起点にしてどういうふうなプレーをするかっていうのをもうちょっと突き詰めた方がいいなと思っていて、例えばフォアのクロスコートももうちょっと深く確実に打てるようになるっていうのが一つと、あと角度のね、あのショートクロスにがっつりとスピンボールで相手を追い出すボールをあの打ち分けられるようなことがすごく大事で、はい、そこがあって、フォアのストレートもあってその3つが打たれると相手がすごく嫌なんですよね。なのでそこを打ち分ける技術をもっと磨いて、でそれで甘くなったボールをバックの早いタイミング あのフラット系はお持ちだと思うんで、ライジング系のバックのクロスって低いんですよね多分、はい、ね、なの で、はい、ですよね、でそれをちょっと打った感じであの感じたので、テンポイントでそこ分かっちゃうんですか、すごい早いね、すごいちょっとそこには見せたんですけど、フォアを打ち分けられるように特に浅いところのショートクロスを確実にって打てるようになると、浅いボールが来やすくなるので、ストレートもそのがっつりしたボールを打てるようになると、例えばショートクロスにあって低いボールを打たせて、ストレートに高いところを打たせると絶対浅くなるんで、そこが一番大事かなと思います。それでバックでボーンっていって、ボレーでも。めっちゃイメージつくんです。すごいですね。どちらも。だから今度ぜひレッスン編を、はい、そのパターンのとこやってほしい。ぜひぜひ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやでも素晴らしい。頑張ってます。頑張ります。あの最後に宮崎コーチからあのこちらのクラブ あのスクールのご紹介ぜひちょっとしていただければと思うんですけど、はい、どんなスクール？全福寺のクラブはですね、はい、スクールとクラブ両面あのやってるんですけれども、スクールの方はですねあの初めての方からですねトーナメントに出場している方までですね皆さんの技術レベルに応じたクラスは展開させてもらっていて、もっとゲームしたいなっていう方はあのクラブの方に入っていただいてですねたくさんゲームをしてもらってそこで練習していくっていう形でやらせてもらっていて、そこのクラブの方でも僕たちコーチがですね、うん、一緒に入ってプレーしてですねあの課題をお伝えして上手くなってもらおうと思っているので、はい、スクールとクラブ両方で皆さんを上手くさせようとしているんですね。なのでそこであの様々なニーズに応じてですね皆さんに笑顔になっていただいてですね、テニスを通じてですね技術レベル関係なくですね、うん、皆様のコミュニティを作ってやっていきたいなというクラブになってますので、多分来られたら居心地のいいクラブなんじゃないかなと思っていただけるんで、居心地いい今が居心地がいいこの言葉が一番嬉しいです。いろいろ頑張ります。はい、ありがとう。またやりましょう。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。全福寺公園テニスクラブの総社員の皆さんですね、はい、にテニスクラブのお話をお伺いしたいと思います。ここに来ると気持ちがワクワク、なんかいろんなものがあって楽しいな。ありがとうございます。ボルダリングもあり、パデルコートもあり、テニスコートは10面ですね。全部で10面ですね。はい、はい、で整体もあったり、それ整体あったりヨガあったりピラティス、ピラティス、あと自重トレーニング、自重トレーニング。なぜこんなにいろんなものがあるのか、ちょっとぜひお聞きしたいなと。そうですね、はい、あの僕が実際にここに来たのが13年くらい前ですね。まあ、テニスでやっぱりこれから長く続けていきたいなと思った時に、やっぱりテニス単体だとなかなか難しいっていうのが正直ちょっと思って、ですので、まあ、いろんなこうパデルとかサッカーとかですね、いろんなスポーツを入れることによって、結果的にここは施設が活性化して、まあ、それがこうテニスの方の、ファンユーザーにつながっていければいいかなっていうのが思いがやっぱ一番。例えばテニスで来た方がヨガに行ったりとか、ヨガの方がテニスに行ったりとか、そういういろんなこうパデルからテニスとか、テニスとかパデルとかですね、あとはまあいろんな方が来ることによっていろんな化学反応が起きてですね、まあ、いろんなイベントとかですね、そういうこともたくさんできるんじゃないかな。あの本当公園みたいだなってちょっと思って、イメージはあの地域密着型ミニテーマパークで、まあ、ご家族が休みの日に公園に遊びに行こうかなっていうんだったら、全福寺公園テニスクラブにパパ行こうよ。うん、なんか全福寺公園とですね、そうなんです、目指すとことかもお聞きしたんですけど、10年、20年って結構展望がそこ絵に、ね、されてたと思うんですけど、はい、まあ
今ですね、テニスを中心としながらいろんなこうスポーツを入れてるんですけど、やはりこう地域の方々に皆さんに愛される施設にしていきたいかなと。そこからでやっぱり高齢の方からですね、小さなお子さんから、やっぱ障害を持っている方とかですね、まあ、そういうあらゆる方 でスポーツだけではなくて、例えば飲食のスペースがあったりとかですね、まあ、動物の触れ合いコーナーがあったりとかですね、あとは、まあ、パン教室からスイーツ教室から英会話教室、まあ、本当にあらゆることをやりながらですね、コミュニティができてですね、笑顔あふれるような場所にできているのが、10年、20年、やはりここでこう頑張っていくのが意味があるというかですね、価値があるのかなと。そんなの、なんかいいですね。でも今日ね、今小学生の子とかが、ね、大人になった時自分の子供連れてこうとかね、はい、なってきますよね。そうですね。なんかすごいこうワクワクもするんですけど、すごい勉強になって、まあ、こんな形でテニスクラブってあったらすごく楽しいなと思って、ね、そうですね、思いました。はい、ですね、まあ、私自身もですね、はい、マスターもみんなこうワクワクしながらですね、入れれば、まあ、それがお客様にも伝わるかな。ありがとうございます。ありがとうどうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、野田さんでした。はい、チャンネル登録はこちら、はい、こちらです。おすすめ最新動画はこちらになります。高評価ボタンもお願いします。